単発単発もう少し長く滑らすような、要は落差が出るようなエッチングで今日はね、コンパクトに仕上げるエッチングもあるんだけど、今日はもう少し縦に落差を稼ぐような、下へ長く使うようなエッチングね。単発でトーンと置きに行かないように、ここを切ったんでまっすぐ行ってここを切ったんで、どうした、あの赤いヘルメットかぶって黒い上下のロシアのボーダー気をつけてね、もう邪魔してきてるから。もう少しあれだね、谷へ落ちるところ少し長く取って切り替えて、スキーの向き変えないで切り替えて大曲がりだね、谷回り山回りのバランスだね。肩の力抜け、肩の力抜いて、肩の力抜いて、初めから外の方に肩かしがってっちゃダメ、スキーが回り込んでって角度が出ればいいから、これどうだ、肩のライン、もうちょっとストックのラインやった方が絞りできるんじゃないかなと、ね、さばきがちょっとももが寝てるからさ、もう少しもも立ててさばいて、運んでシューンって、もっとお前横向きになったんだ、はいよほら、いいよ、Pさん行って、もっと胸止めなきゃダメだぞ、Pさん、はいよ、ほら小箱腰回っちゃダメないか、もうピョン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 、単発単発もう少し長く滑らすような、要は落差が出るようなエッチングで今日はね、コンパクトに仕上げるエッチングもあるんだけど、今日はもう少し縦に落差を稼ぐような、下へ長く使うようなエッチングね、単発でトーンと置きに行かないように、ここを切ったんでまっすぐ行ってここを切ったんで、どうした？あの赤いヘルメットかぶって黒い上下のロシアのボーダー気をつけてね、もう邪魔してきてるから、
もう少しあれだね、谷へ落ちるところ少し長く取って切り替えて、スキーの向き変えないで切り替えて大曲がりだね。谷回り山回りのバランスだね。肩の力抜け、肩の力抜いて、肩の力抜いて、初めから外の方に肩かしがってっちゃダメ。スキーが回り込んでって角度が出ればいいから。これどうだ、肩のライン、もうちょっとストックのラインやった方が絞りできるんじゃないかなと。ね、さばきがちょっと、ももが寝てるからさ、もう少しもも立ててさばいて。運んでシューンって、もっとお前横向きになったんだ。はいよほら、いいよ、Pさん行って、もっと胸止めなきゃダメだぞ、Pさん。はいよー、ほら、小箱腰回ってダメないか、もうピョン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 